ガキは。おはようございます。バンフ TV 翔太です。今日もここでオープニングということはハイキングに行ってきます。ここ最近この町バンフでこの企画が人気になってきているということで、まあ、すごいやる気に満ちてるんですけど、天気はあんまり良くありません。気温も11度、今11度でこれから最高が17度ですね。まあ、それでは絶景を見に行きましょう。よろしくお願いします。バンフを出てトランスカナダハイウェイへ。ここから約1時間かけて目的地のトレイルヘッドへ。隣町のキャンマーを抜けてルート742ヒュメキドリアントレイルへ入ります。途中道が整備されていないので余計に時間がかかります。このルートには50以上の登山道があるそうです。行くよ。行くよ。準備は OK。 モデレートの木やったけど大丈夫？大丈夫。急遽変更。ピーク行きます。バックにこうやって撮ったの。うん、よかった。岩ゴリゴリしてるし。ぐいぐい上がりますやん。何があっても右に右にです。でもちゃんと右にこういうリボンが置いてあるから、これをたどって右に右に、かたくなに右に行こう。何があってもモデレートやで。ちゃう。モデレートちゃう。あれちゃう、ゴール1個目のモデレートゴール。あれあれ、写真で見た。いやー、着いた。終わり。見て、これめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。いやー、疲れた。疲れたね。長すぎた。元気が出ない。ノリノリ全部飛んでいった今。こういってちょっとハートの上の方描いて行きます。ジェスチャーやば。階段か。見事な。やっと全貌を見渡した感じ。
でもお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんとか来ました。だらだらして3時間半くらいです。1回600m。8月7日です。8月7日。飛ばさないでね、これ髪飛ばしたら。なんちゃって、なんちゃって、あ、めっちゃいいよ。 AUG7 日。いかがだったでしょうか。この日は風が強く、森を抜けたあたりから時折台風のような強風を受け、山頂付近では飛ばされそうになり、気温も高くはなく日も当たらない、体は冷え、本当に大変でした。山頂には暴風壁のようなものもあり、万年風が強いのかなと思いました。この山の名はウィンドタワー。ウィンドとは風という意味で、その名の通りの場所でした。山頂からの景色はすごく良かったのですが、風にあおられるためあまり写真や絶壁に立つのは不可能でした。ですが山頂で日付と名前を書くことができたので、個人的には満足です。ご視聴ありがとうございました。バンフ TV 日付の食べ歩き翔太でした。